サイモン・ベーカーは、オーストラリアのタスマニア出身の俳優、プロデューサー、映画監督。オーストラリアで t v 俳優として活躍後、同じオーストラリア出身のガイ・ピアースや、ラッシェル・クローラと共演した、L.A. コンフィデンシャルの不運な俳優マット、レイノルズ役で、アメリカ映画デビューを飾る。その後も、アンリー監督によるアメリカ南北戦争時代を舞台にした人間ドラマ、 楽園をくださいや、バルギルマー、キャリー・アン・モスと共演した SF 映画、レッド・プラネット、チャールズ・シャイア監督のマリアントワネットの首飾りなどに出演し、順調にキャリアを重ねた。2005年には、中田秀夫監督のハリウッドデビュー作となった、ザ・リングニとジョージ・エイ・ロ・メロ監督の20年ぶりの新作となったゾンビ映画、ランド・オブ・ザ・デッドに主演。アメリカにおける、 テレビキャリアは2001年秋より3シーズン続いた CBS の落ちた弁護士ニックホーリンマイナスで主役のニックホーリンを演じた2006年の秋からはレイリオッタバージニアマドセン主演のスミスに出演している2008年秋から CBS で始まったザメンタリストメンタリストの捜査ファイルでは主役のパトリック・ジェインを演じる初回を1560万人がし その後もシーズンを通じて高視聴率を維持。このドラマでエミー賞、ゴールデングローブ賞、映画俳優組合賞などの主演男優賞にノミネートされる。また、米 TV ガイド誌の最もセクシーな男に選ばれるなど一躍大ブレイクを果たす。2010年の段階で番組出演のための契約金は3000万ドル以上となった。2007年。 日産自動車、エルグランドの日本でのテレビ CM に出演。サーフィン、水球が得意。特にサーフィンは、ニューサウスウェールズ州の大会で優勝するほどの腕前である。女優のレベッカリグと結婚している。リグとの間に1993年生まれの長女、1998年生まれの長男、2001年生まれの次男がいる。おしどり夫婦として知られているが、 気楽でいることが、仲の秘訣という考えから、結婚記念日などを祝うことはしないと、インタビューで語ったことがある。2021年4月離婚が報じられた。2021年11月、交際していたデザイナー、ローラ・メイ・ギブスとの破局を発表した。母親が再婚した目名前が、サイモン・ベイカー・デニーになったが、成人後再び、サイモン・ベイカーに戻した。イフ姉が一人いて、 姉は医者である。ありがとうございます。